アメ車であり旧車であり83年式のキャブレター式のトランザムナイト2000ファイヤーバードに乗っている私なんですけども、バッテリーの問題とはね、本当は切っても切れない縁なんですよね。通常駐車場に入れてる時はバッテリー切ってるんですよ。バッテリーってものすごくね上がりやすいんですよね。なんせモンスターなマシンですから、電装設備も多いですしね。そこですごく強い味方がこれなんですよ。これは何かというとね、なんとねスマホでバッテリーチェックができるんですよ。しかもリモートで。これを車のバッテリーにまあつけとくんですよね。ちょっとご覧いただきましょうか、中身。こんな感じでね、モニターになってますけども、私初めて開けるんですけどね。よいしょ。ちっちゃい機械です。ほら、電極がついてるでしょ、両方に、うん。で、これがそのまま発信機になってるんですよね。プラスとマイナスにこれバッテリーに差し込んで、あとはスマホでチェックするんですよね。そうすると何がわかるかというと、電圧テスト、電圧値、推移、記録、記憶、機能というのがついてますね。こちらのスマートフォンでリモートでね、車のエンジンかけなくてもバッテリーの状態が見えるんですよ。ということはですね、今バッテリーの状態充電されてるのかな、どうかな、傷んでないかなっていうのをこれでチェックしながら安心して車を離れることができるって感じですね。こういうのねずっと欲しかったんですよ、うん。だからいざエンジンかけようと思った時にバッテリーが、うん、なんかねもう残り少なかったみたいな感じで慌てて充電しないといけないってことがありませんのでね。でバッテリーの充電器も本当すぐには充電できないんですよ。一人的には、ね、一晩かかっちゃうんで、まあ、ですのでこれがあるとねすごく便利で、バッテリーが弱ってるたびに、あ、気がついたなと思ったらつけに行くみたいなことができますんでね、うん、まあ、すごく助かりますね。まあ1万円ぐらいするんですけど、このちっちゃい機材でね。いやでもこれずっと欲しかったんですよ。本当にありがとうございます。